ジョゼフ・プロファチ、ジョゼフ・ジョー・プロファチ、ヨゼフ・ジョエ・プリフォッシー、1897年10月2日から1962年6月7日は、米国のイタリア系犯罪組織コーサノストラ、プロファチ一家、ゲンコロンボ一家のボス。本名は、ジュゼッペ・プロファチ、オリーブオイル・キング、ドン・ペッピーの、ドン・ペッピの、老人、ザ・オールドマンとも呼ばれた。シチリアパレルモ県。 ビルダバーテ生まれ、おじは地元マフィアのずっぴょうのメンバーで、マフィアの影響の濃い環境で育った。1916年窃盗とレープ未遂で逮捕されたが放免された。1920年、窃盗で一年服役した。出所後、1921年9月に一家でアメリカに渡った。しばらくニューヨークにいたが、翌1922年、シカゴでパン屋と、 雑貨商を始めた。1925年、店を畳んで、ニューヨークに戻り、一時シチリアに帰国した。1927年ニューヨークのブルックリン、ベンソンハーストで、オリーブオイルの輸入業を始めた。同じ頃、遠籍のジョゼフ・マリオッコと付き合いを始め、マリオッコの妹と結婚した。東京ビッテラバーテ出身のギャングと非合法活動に従事し、 パレルモ派閥のギャングリーダーに担ぎ上げられた。ベンソンハーストなど、ブルックリンチューナングとスタテン等を縄張りとし、イタリア産トマトや、オリーブオイル輸入、カルメラミーヤ、マンマミーアを手掛ける傍ら、酒飲みつゆ、賭博、氷菓子、組合たかりや麻薬などに精を出した。1928年12月5日、クリーブランドで開かれた、シチリアマフィア会議に参加した。 会議の間、警察の手入れに遭い、逮捕されたが、すぐ解放された。出席メンバーの体制は、パレルモ系マフィアで、ニューヨークから、ビンセントマンガーの、ジュゼッペ・トライナ、マリオッコ、シカゴから、パスケール・ロロルド、タンパから、イニアツヨ・イタリアーノなど総勢12人が参加し、地元マフィアのジョゼフ・ポレロがホストを務めた。会議では、同年殺された、フランキーイールとサルバトーレトと、 キーラの密輸の縄張り処理が話し合われたと見られた。レッドフックやベイリッジなど南西ブルックリンの一部を新たに縄張りに加え、またイエール派の残党分子、カラブリア勢を吸収した。1930年のカステラン・マレーゼ戦争では、サルバトーレ・マランツァーの側を支持したが、戦争にはほとんど関わらなかった、ボナンノは、後年時点で、プロファチは中立だったとした。 ジョー・マッセリアに対抗できる力を持ち合わせなかった、プロファチは、中立を装ったが、マッセリアが劣勢になると、マランツァーノのアジトを訪れ、マッセリアを罵倒したという。1931年、マッセリアが殺された後のマランツァーノによる後、大ファミリーの編成と、ラッキー・ルチアーノによる、その再編のいずれにおいても独立したファミリーのボスと、認められた。マリオ・コー副ボスに、 弟二人を一家の幹部や相談役にするなど身の回りを血族で固めた。1937年、ニューアーク、ニュージャージーのガスパール、ダミコの縄張りにニューヨークマフィアが侵攻し、ダミコの縄張りがニューヨーク税で分割されたが、これを主導したのが一説にプロファチとされる1930年代初め、プロファチはニューアークのマフィアボスだった。 マランツァーノのハノ・ステファノ・バダミの後釜に、同郷ビッデアバーテ出身のダミを後押しした。戦後、デトロイトのヤマイアミノ・サント・トラフィカンテ・ジュニアと、提携した。1946年12月、ギャングの大集会の幅な会議に参加した。1946年、プロファチの故郷ビッデアバーテの、名門マフィア、グレコ一家が兄派閥に分かれて、内輪もめを起こし、 ジアルディに、グレコ派とチアクリ派が殺し合いの復讐合戦に突入した。地元ボスの一人、アントニオ・コットーネ、元プロファチ一家がニューヨークにコンタクトし、プロファチが両者の仲裁に入った。1953年、200万ドル以上の脱税容疑で司法省から告発された。1927年に取得していた市民権は、 1954年手法上に無効宣告された1960年回復1956年ボナンノと隕石関係を結び連携を強化した1957年ニューヨーク税関でヘロイン密輸が発覚するがシチリア産オレンジの木箱にオレンジをくり抜いて中にヘロインが詰められていた卒井を免れた1959年11月 全米マフィアの参集したアパラチン会議で拘束された。第二次世界大戦中、イタリア産物資のアメリカ向け供給が途絶えるに応じて、彼のオリーブオイル貿易が売り上げを伸ばした。巨万の富を築き、自宅がベンソンハースト、ニュージャージー、マイアミビーチに計3つあった、セオドア・ルーズベルト大統領の元邸宅を含む、オリーブオイル貿易会社など20個のビジネスを経営し、 参加の会社や工場では、イタリア移民を優先的に雇用した。熱烈なカトリック信者で、教会の事前活動に惜しみなく寄付する一方で、一家のメンバーに対しては、厳しい上納金を課した。1959年11月、上納金を5万ドル滞納した賭博やフランク、アバテマルコを粛清し、その縄張りを取り上げて、身内に回した。アバテマルコの仲間で組織上は、 ハリー・フォンタの配下のギャロ兄弟が、プロファチに追われ逃げていたアバテマルコの息子をかくまい、反乱を起こした。上納金の厳しい取り立てに不満なメンバー、数十人がギャロの指示に回り、プロファチは窮地に陥った。1961年2月、ギャロ派は、副ボスのジョゼフ・マリオッコ、プロファチを尊とフランチェスコラファミリー首脳部四人を拘束し、フロリダにいたプロファチと、 遠距離交渉した。プロファチは情報して首脳部は解放された。プロファチはすぐにギャロ派の切り崩しを図り、ギャロの味方だった幹部、ニコラス・ホラノトを自陣に倶ら替えさせた。1961年8月、一気にギャロ潰しに動いた。ギャロ陣営にスパイのジョン・シモーネを送り込み、ギャロの側近でトップガンマンのジョー・ジェリーを騙し討ちし、同時にギャロ派のブレーン。 ジャリー・ギャロの殺害を企てたが、これは失敗した。1961年11月、ニュージャージーの狩猟路地に潜伏していた時、ギャロ派の襲撃にさらされたがなお逃れた。その後抗争はエスカレートした。ギャロ派は、カルロガン・ビーノやトーマス・ルッケーゼの支援を受けていたとも、伝えられた。同時ガン・ビーノが、一家の上納金問題にクレームをつけ、プロ8引退を勧告すると、 ジョゼフ・ボナンノと結託して、これに抵抗した。ファミリー単位の戦争を回避するため引退提案は、撤回され、プロファチは、ボスの地位を保った。対ギャロ構想が終わらないまま、プロファチは1962年6月、肝臓癌により死亡した。その後は、副ボスで、いとこのマリオッコが継いだ。ニューヨークク・クイーンズ区のセント・ジョーンズ墓地に埋葬された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。